堀内健吾は、静岡県菊川市出身のプロ野球選手。宇藤左田。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。菊川市立内田小学校の一年時から、地元の内田野球スポーツ少年団で野球を始める。東海大学附属商用高等学校中等部では、エースとして活躍した。静岡県立静岡高校に進学後は、一年秋から、 保守としてレギュラーをつかむと2年の夏には第96回全国高等学校野球選手権大会に出場。4番として初戦の清涼高校に挑み、エースの岩下大輝からヒットを打つも逆転負け。新チームとなった秋の大会は静岡県大会、東海大会で打率。462、日本類打、7打点、6盗塁の活躍で優勝に貢献。 第87回選抜高等学校野球大会では、準々決勝で優勝した鶴ヶ池飛高校のエース、平沼翔太に自身は抑えられ、チームもサヨナラ負けを喫した。3年夏の選手権静岡県大会では、初戦で高等手、小沢霊氏をする日大三島高校と対戦し、5から2で勝利、その後も勝ち進み、3期連続の全国大会出場を果たした。 第97回全国高等学校野球選手権大会では、初戦で高部 A と要する東海大甲府高校と対戦し、自身は2安打を打つも、7から8で敗れた。甲子園、通算5試合、打率、278、3打点、1学年後輩に鈴木翔平がいる。3年夏の選手権大会直後に、日本で開かれた第27回。 WBSCU-18 ベースボールワールドカップでは日本代表の保守として投手陣を支えるとともに出場7試合で打率438個打点を記録チームの準優勝に貢献するとともに保守部門でベストナインに選ばれた2015年の NPB ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目で指名 契約金4000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は65。2016年には、高校2年の春から痛めていたという右上側の小指の骨の状態が、春季2軍キャンプ2日目の打撃練習中に悪化。右手いう張骨の骨折という張骨タイ部の螺旋骨折が判明したため、急遽キャンプから離脱した上で、2月19日に、 幹部の手術を受けた。手術後の5月24日には、この年から球団内に創設された育成チームの一員として、同チーム初めての対外試合に出場。スタメンマスクで実戦デビューを果たした。6月中旬からは、イースタンリーグの公式戦13試合に出場。本塁打を放てなかったものの、2打点、打率、182を記録した。2017年には、 地元の静岡県内にある草薙球場で7月13日に開かれたフレッシュオールスターゲームにイースタンリーグ選抜の8番保守としてスタメンで途中まで出場。3回裏の第一打席で安打を打ったほかバッテリーを組んだ投手陣を無失点に導いた。一軍公式戦へのデビューまでには至らなかったが同リーグの公式戦では49試合に出場。 11月25日から台湾で開催されたアジアウィンターベースボールリーグにも NPB イースタン選抜のメンバーとして参加した。2018年には入団後初めて春季キャンプを1軍で過ごした。公式戦の開幕を2軍で迎えたものの5月13日のタイオリックスバファローズ戦9回表にダイソーで1軍公式戦へのデビューを果たした。 9月25日の対埼玉西部ライオンズでは、9番、星として1軍公式戦で初めてスタメンに起用されると、4回裏の第2打席で、えのきが大器から敵時3塁打を打ったことで、初安打、初打点を記録。1軍公式戦全体では、12試合の出場で、打率、174、2打点、1盗塁を記録した。イースタンリーグ公式戦には、 チームの保守では最も多い77試合に出場した。2019年はほぼシーズンを通して一軍で過ごした。スタメン出場も増え、守備では投類阻止率三360を記録した。シーズンオフとなる10月には、右ひい関節教師かクリーニング手術を受けた。2020年は手術の影響もあり、前年を大きく下回る10試合の出場に終わった。 プライベートでは8月に入籍した、強犬とインサイドワークに長けたリードが魅力の保守。総類面でも瞬速を誇る。お笑いトリオ、ネプチューンのメンバー、堀内健のファンであり、自身の愛称も健と同じ、堀健。ありがとうございます。